昆明級駆逐艦は中国人民解放軍海軍が配備を進めているミサイル駆逐艦の艦級。人民解放軍海軍での名称はーデ 2D 型駆逐艦。なとコードネームは旅用3型。1995年の第3次台湾海峡危機の際にアメリカ海軍の圧倒的な能力を見せつけられた人民解放軍海軍は 国産駆逐艦の性能限界を痛感した。これを受けて、1999年から2000年にかけて、ロシア製の 956E 型駆逐艦2隻を緊急導入するとともに、空母整備計画も視野に、優れた対空戦能力を有するミサイル駆逐艦の整備が計画されるに至ったとみられている。九百九十年代中期の DDG、整備計画着手直後は、 複数の艦級が並行して少数ずつ建造されており、まず 956E 型の収益開始と同年の1999年には、これと同系列の中距離艦対空ミサイルシステムを搭載した例後に B 型駆逐艦が寄港された。これと並行してアメリカ海軍のアーレーバーク級ミサイル駆逐艦を高く評価した人民解放軍海軍は、これに反を取った。 国産間の研究開発に着手したものと考えられている。これはイージス関連情報に関する情報活動も含めた国家的プロジェクトとして進められた。これによって開発されたのが例語にシーンがあったであり、まず2002年から2隻が建造され、2004年から2005年にかけて収益した。この2隻をプロトタイプとして徹底的に、性能、 運用試験を実施し、これによって得られた不具合対策を連続的に適用するというスパイラルモデルによる開発が進められたものと考えられている。そして2009年よりこの開発成果を踏まえて、さらに例 52C 型4隻が追加建造され、これらは2012年より順次に収益を開始した。また2011年からは全面的な発展型である例 52D 型の 建造が開始されており、以後の整備はこちらに移行した。設計面では多くの点で先行するレ後ゴに C 型が踏襲されており、外形的にも類似点が多い。線形は同様の中央線路型で、メインセンサーとなるフェーズドアレイレーダーの固定式アンテナ4面を固定装備するために巨大な環境構造物を備える点も同様である。 ただしステルス性強化のため、上部構造物には、傾斜が付けられるとともに高さはやや抑えられ、内過程の陽光装置も管内に収容されたほか、煙突には排気の赤外線副射を抑制する装備が設置されているとされている。指揮官も同様のコドック方式で、ディーゼルエンジン2機とカスタービンエンジン2機で二軸の推進機を駆動する。 巡航機としては、マトゥーフリードリヒスハーフェン社製、マトゥー 20V956TB92、ボルト型20気筒ディーゼルエンジンが搭載される。一方、高速機として搭載される、ガスタービンエンジンに関しては、ウクライナのゾーリアマシュプロジェクト社のユグッド -25000 を散載化した、QC-280 とされている。ウクライナ製ユグッ -25000 は、 例号に、アンペア型駆逐艦2番艦、人等で導入されて以後、中国水上戦闘艦のガスタービン式として広く用いられてきた。また QC-280 に関しては、例合に B 型駆逐艦2番艦、武艦において、同艦搭載の DN80 のうち片方をこれに、乾燥しての実用試験が行われ、ソマリア沖海賊対策派遣を含む多様な環境に適応できる。 安定性と信頼性が実証されたとされている。中国海軍では、すでに零後に C 型及び航空母艦、両名搭載の348型レーダーでフェーズドアレー方式を導入していたが、これは排熱処理と消費電力に問題があり、特殊な放熱装置を装備して、局面上のカバーが採用されていた。これに対し、本型装備のアクティブフェーズドアレーアンテナにおいては、 平面上のカバーとなっており、これらの問題が解決された可能性が指摘されている。また、下記の例後に DL 型では、航空運用能力の強化とともに、電子装備の一部も変更された。艦中オーブに搭載されていた517バイト型対空レーダーは、アンテナ面積が広がった新型の対空レーダーに、換装されたため、ステルス機に対する補足能力は向上していると、 推測されている。また本型においては、JE スイドルズと呼称される最新の戦術データリンクに対応するとされている。これは、北、大西洋条約機構のリンク16に匹敵し、従来の HN-900 よりも飛躍的に強化された性能を備えているとされている。なお、例古 2C 型においても、やはりリンク16相当とされる。 JY-10G が搭載されていた。艦隊防空ミサイルシステムとしては、05-2C 型と同系列の HHQ-9 が搭載される。ただしその垂直発射機としては、05-4A 型、フリゲート搭載のものを発展させた、国家軍用標準 GJB5860 から2006型と呼ばれる、 新しい関西ミサイル VLS の共通規格に乗っ取った初めての機種が採用されており、JB5860 から2006型においては、大中小の3種類のモジュールが規定され、大型モジュールは全長 9000mm、中型モジュールは全長 7000mm、小型モジュールは全長 3000mm で、それぞれ直径は 850mm とされている。これは、 HHQ-9 以外にも、新型の長射程艦体艦ミサイルや対戦ミサイル、対地巡航ミサイルの運用にも対応した、汎用型となっている。アメリカ海軍で標準的に用いられているマーク41のモジュール前高は7.6メートルとされていることから、GJB5860 から2006型ではより、大型のミサイルを収容可能となる。一方、 漢方としては、0 5 2 C 型の50号合計 100mm 単素速射砲に変えて、新開発の70号径 130mm 単素砲が採用された。これは低周713研究所により開発されたものであるが、同口径のロシア製 AK-130 連装砲の技術も導入されているとされている。 また CIWS については、例後に C 型と同じ 30mm 口径の730型が搭載されたが、後部上部構造物上のものは h a 関西ヘリコプターとしては、国産の Z-9C、またはロシア製のカ -28 紹介ヘリコプターを1機搭載する。しかし、Z-9C は、搭載量、航続距離ともに限定的で、 マイナス28は使い勝手が悪かったことから、より大型、高性能な Z-20 の紹介ヘリコプター化が模索されるようになり、2020年より運用試験に入った。これに合わせて、本型では25番艦以降では船体を延長し、格納庫やヘリコプター艦板を拡張した例行に DL 型に移行した。2018年7月、 ニュースサイトジェーンズ360は衛星写真にて高難造戦賞で建造されていた14番艦のヘリコプター艦板がストレッチされ従来艦と比べて全長が4メートルほど長くなっていることを確認したと報じた。ありがとうございます。